く偉い目にあったわ。どうしたんだ、霊夢？この間マジシャンたちとドライブに行ったの。ふむふむ。休憩がてらパーキングに立ち寄った時、間違って鍵を入れたまま閉めちゃったのね。ほうほう。でもマジシャンが4人もいるから大丈夫って思ったの。で、鍵は開いたのか？俺カーディシャンだから、俺はコインマン。メンタリストです。ピックポケット。おかげでガラスを割って大変だったわ。それは大変だったな。マジシャンが束になっても開かなかったんだから、もし閉じ込められたらと思うとゾッとするわ。いや、そうでもないかもしれないぜ。でも中には鍵穴もないのにどうやるの？鍵ってのは外側からは頑丈に作られていても、内側からは開けやすいものなんだぜ。そうなのね。でも車や体育倉庫はともかく、手錠は難しいんじゃない？そんな霊夢のために今回は、脱出王の異名を持つ、ハリー・フーディーニについて、解説していくぜ。よろしくお願いします。それじゃあ、ゆっくりしていってね。というわけでゆっくりマジシャン列伝、二人目は、ハリー・フーディーニについて紹介するぜ。ハリー・フーディーニは脱出王の異名を持ち、世界で最も有名なマジシャンとして、今も君臨してるんだぜ。ハンガリーのブタペスト出身のユダヤ人で、本名はベース・エリク。不可能を可能にする男という評判を得て、現在でもアメリカで最も有名なマジシャンとして、高い認知度を誇ってるんだぜ。もはやマジシャンの代名詞ね。生まれたのは1874年の3月24日。随分古いマジシャンなのね。100年以上前なんだぜ。死亡したのが1926年10月31日、アメリカのミシガン州のデトロイトなんだ。随分前に亡くなってるのね。ああ、そうなんだぜ。とまあそんなわけでこの人の有名なところというのは、不可能からの脱出ということで、脱出に関してものすごかったんだぜ。すごいマジシャンなのね。だがそんなハリー・フーディーニも、最初の頃は全然食えなかったんだぜ。そうなの？ああ。妻のベス・フーディーニと一緒に暮らして、マジックショーをやりながら細々と生活してたんだぜ。それでフーディーニはマジシャンの傍ら、金庫を作る仕事をしてたんだ。それじゃあ金庫の構造に詳しくなりそうね。ああ。金庫は中に入って開けることができる。って気づいたんだぜ。そういう発想からフーディーニは、金庫に閉じ込められた海や川の中に沈められた時に、どうやって出るか、そんなことを研究したんだぜ。普通の人ならそんなこと考えもしないでしょうね。また彼はマジシャンとして脱出が得意だったんだが、同時にカードのマジシャンとしてもすごく有名だったんだ。そうなの？キングオブカードと言われ、カードマジックにすごく精通してることでも有名だったんだ。意外な一面があったのね。その辺については中の人が監修した本でも紹介してるぜ。フーディーニとマックス・マリーニの勝負とか、ダイバーノンにカードを見せられてわからなかったとか、そんな有名な話があって、彼はカーディシャンとしても有名だったんだ。カードと脱出、両方で有名なんてすごいわね。脱出もただ金庫から出るだけでなく、ハドソン川に投げ込まれたり、密閉されたミルク缶から脱出したり、水を溜めた水槽に入って制限時間以内に脱出するとか、脱出のバリエーションも豊富だったんだぜ。命がいくつあっても足りないわね。だから彼は、不死身の男、と言われたんだぜ。彼はその不死身をいかに見せるかということで、会場にいる屈強な男性を呼んで腹を殴らせるんだ。私からしたら狂気の沙汰よ。それで彼は全然平気だってことを見せるんだ。で、どうだすごいだろ。ってやるんだ。なかなかワイルドな人なのね。そんなフーディーニだが、今でもマジックキャッスルに行くと、フーディーニルーム、という12人だけしか入れない部屋があって、そこで食事ができるんだぜ。そこに行くとフーディーニが使った手錠やミルク缶、高速着といった、フーディーニグッズが飾ってあるんだ。フーディーニルームは、この間のマジックキャッスルの話では、紹介してなかった部屋ね。フーディーニルームは一般の人は入れないんだ。キャッスルに行ったらチラッとだけ覗けるかもな。また他にもフーディーニの博物館は、ナイアガラやニューヨークにもあるんだぜ。それだけ影響が大きかったってことね。そしてそんなフーディーニから影響を受けたのが、ジェームズ・ランディ、というマジシャンなんだぜ。なんか聞いたことあるわ。偽超能力を暴く、って人でしょ？そうなんだぜ。彼は偽超能力を暴くことでも有名だが、フーディーニの後を継ぐ、と言って脱出マジックも演じていたんだぜ。そして実はフーディーニも、数多くの偽超能力を暴いてきたんだぜ。そうなの？ああ。実は彼は母親の死をきっかけに、心霊に凝ってた時期があったんだぜ。フーディーニの母親が亡くなった時に、彼はその場にいられなかったんだ。会って母親にいろいろ話を聞きたい。そんな思いもあったんだが、弟が兄であるフーディーニのことをすごく嫌っていて、母親からの遺言も何も伝えなかったんだ。そしてフーディーニは思ったんだ。亡くなった母の霊と交信したい、と。そしてフーディーニは、
有名な霊媒師の元を訪ねて回ったんだ。母親の霊を呼び出してくれる人を探すためにな。それでどうだったの？フーディーにはお母さんの霊と会えたの？いや、どの霊媒師も偽物ということが分かっただけだったんだ。そのことに失望したと同時にフーディーには、世の中には多くの偽超能力者がいることを知ったんだ。手を触れずに物を動かすサイコキネシスも、密閉された箱の中の文字を読む投資も、フーディーにから見れば、単純なトリックを悪用したに過ぎなかったんだ。そしてマジックが悪用されてると知ったフーディーには、偽物の超能力を暴くために、サイコップという組織を作ったんだ。サイコップとしてフーディーには、有名な超能力者と言われてる人々と対決し、偽超能力を片っ端から暴いていったんだぜ。偽超能力者たちからは相当恨まれたかもしれないわね。まあ彼は偽物の超能力を暴きたかったのではなく、本物の超能力者を知りたかったのかもな。だからフーディーには予言を絶対読むことができない箱に入れ、その予言を自分が死んだ後に読むことができたら、賞金を与える、としてたんだぜ。その箱の中の予言は誰か投資できたの？ハロウィンの時なんかはマジックキャッスルで、フーディーニの霊を呼ぶってイベントをやってるが、未だに誰も中の予言は読めてないんだぜ。そうなのね。まあそんなわけで超能力なんてないってのが、今の一般的な考え方なんだぜ。魔法使いのあんたに言われたくないわね。だから一般的って言ってんだろ。とまあそんなわけで、フーディーニはそれだけ有名なマジシャンだったんだ。アメリカに行くと手錠抜けのセットが入った、フーディーニのマジックセット、ってのが一番売れてるんだぜ。もちろんフーディーニはキャッスルでもものすごく有名だから、フーディーニの後を継ぐようなマジシャンたちが、いろんなところで勉強していて、キャッスルのインナーサークルにある、若手たちが練習する場所では毎週土曜になると、子供たちが脱出の練習をしてるんだぜ。なんだかすごい光景ね。というわけでハリー・フーディーニの紹介は以上なんだぜ。伝説のマジシャンの話、面白かったわ。今回はハリー・フーディーニという、一人のマジシャンにスポットを当てたが、マックス・マリーニやダイバーノンといった、同じ時代を生きたマジシャンたちとの交流も、機会があれば一つの逸話として、またどこかで話すかもしれないんだぜ。チャンネル登録、高評価ボタンお願いします。今回はハリー・フーディーニ、フーディーニズム、という言葉で辞書にも載るくらい有名だから、絶対覚えてくれよな。よろしくお願いします。ところでマリサ、次回は誰について語るの？次回は現代マジックの元祖と言われた、マックス・マリーニについて語っていくぜ。楽しみにしてるわ。それではご視聴、ありがとうございました。